皆さんこんにちは、プロテニスプレイヤーの秋田志保です。今日はちょっと違うところで撮ってるんですけど、今日は何をするかと言いますと、私がその過去にスポンサーがなくなった時期があるって話は皆さん知ってらっしゃると思うんですけど、実はその時に遠征行くお金がなくて、遠征行った時にあのカードのリボ払いにつけて遠征行ってた時がこう何回かあって、その時のリボ払い分のお金を今日払いに行きました。いっぱいたくさんいろんな人に全日本の賞金何に使うのって言われたんですけど、実はこれを払うために、毎年全日本頑張ってたところはあったので、ちょっと心機一転これから頑張るためにちょっと払ってきます。最初リボにつけたのが、私の記憶が間違ってなければ23歳くらいだったと思うので、結構私にとって今日は大きい日になります。ちょっとじゃあ払ってきます。振り込みが終わりました。金額が大きかったので窓口で振り込まないといけなくて、結構時間かかったんですけど、ちょっとほっとしています。今結局7年ぐらい貯まっていたものを支払えたので、ちょっとほっとしています。また次の動画でお会いしましょう。